たしょう。これです。で、せんちゃんです。こんにちは、合唱。この顔ひどいですよね。転んじゃいました。ゲームをやってたらね、やっぱり歩くスマホは怖い、やっぱり危険。もう年なんだから、携帯見てたから、スマホ見ててね、あの段差があるの気がつかなくて、段差につまずいて転んでしまって、この感じです。お花からこの辺、それであと胸も打っちゃって痛くて、あとね、手をバーンってこうやったから手もね痛いの。ガードレールのこう横棒がなくて、縦棒のところ、縦棒しかないのは、あのうちのところはね。でその縦棒のところで、それにもしね、本当よ、あのバーンってぶつかったらもう命はなかった。ちょうどその縦棒のところに顔がピヤッてすりつけて、それでコンクリートのところにバーンってぶつかっちゃったの。でバーンってぶつかる前に手をこうついたんだけどね。で私は何を思ったと思う？一番最初、携帯、スマホを持ってたんで、スマホ大丈夫？って一番最初に思ったの。自分の体よりスマホだったのよ、怖いわ。まだ来てないの、 iPhone と11。まあ古い携帯の方だったから、もし万が一のことがあっても、まあねとか思いますね。今ね、古い携帯がね、とてもね、新しいのをね買ったからかもしれないけど、あんまりね具合が良くなくて、 LINE も繋がんなかったりね、あまり良くないんですよ。でこれだけだと思ったらば、歯も欠けてたので、今日歯医者に行ってきました。でね、あの前歯じゃなくて横なんだけれど、こっちはぶつかってなかったと思ったんだけどなと思ったら、あの歯医者の先生がぶつかった時にやっぱりグッて歯もね力を入れるしから、それで欠けちゃったんじゃないのって言われてました。欠けてなくなって、丸の内のキャリア塾スペシャルセミナー、日経のね、日経ホールで行われてるの。私外れちゃったんですよ。それで外れた人はウェーブのリモートでってことで、昨日ね、あのお部屋の中でウェーブのリモートで見ました。まあね、あの2部がね、三浦淳さんと伊藤聖子さんのトークショーだったんで、楽しんじゃいました。でも進むためのもんだったからね、もんだったから ね、 ね、この距離なら映らない。これ大丈夫かな、もうちょっと後ろ行った方がいい。いやでもあれ、あのマスクしてるから。そうか、うん、そうか、大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫。でそこのバッテンのとこに色って言われたよ。こうか、うん、ギリここ、うん、ギリここ、大丈夫。これが飛沫のギリギリ限界、飛沫ギリ、オッケー、分かった。まあもうね、三浦淳さんがほとんどね、仏足石の僧侶の名前を忘れちゃって、なんか鬼滅の刃のあの名前を覚えてるから、そっちとごっちゃになっちゃって、それで炭治郎の名前とか禰豆子の名前とか、あと善逸のね名前とかが出てきたりして、あ、そうそう、作者の名前とかね、で本当に忘れちゃったらしくって、うーんって悩むところがあって、で鬼滅の刃のね名前を言うのね。だからその時にね、悩んで鬼滅の刃の名前を言った時に、伊藤聖子さんがそこでツッコミのごとく正しい名前を言えばよかったのになってちょっと思った、うん、そのままね、なんとかなんとかで終わっちゃって、そのまま進んじゃったんで、うん、でもなかなか面白かったなと思います。でリモートだからね、部屋の中でパソコン見ながらだったからすごく良かった。自分のね感じで見れるし、うん、だからほら、あのウェーブだから、あの行くと多分小さくしか見えないと思うんだけど、あのウェーブだから、こうズームでね、三浦淳さんのお顔とかをねこうアップしてくれたりするから、ああ良かったなと思う、うん、自分のペースでね見れて、楽な格好でね見れました。今日はあのまた今日は当たったんですよ。今日は奈良文化塾のセミナーに行ってきます。
浜松町まで行って、こちらはね昨日のは日系のは無料だったんだけど、こっちのは1000円ですね。会員だと700円、でもこっちも抽選なのよ。昨日のがね、日系の方はなんか10倍だったんですって、うん、すごい倍率、外れたけど。今日のも割と抽選らしいんだけど、今日のはね当たったんですよ。だから行ってきます、これから。あの土曜日からね京都なんですよね。だからこの顔で、でも今マスクがあるからマスクしていけばわからないかなとか思ってますけど、ちょっとねやっぱりね歩いたりすると胸が痛い、嫌だなと思っちゃう。今日のねセミナーはあのやっぱり中の撮影は絶対禁止だから、あのまあね話すことは後かなとか思います。まあ、土曜日のはね、土曜日からの京都のツアーはまたアップしていきたいなと思います。で、あの今ね、あの私のお客様方でブームなのはガチャガチャですよね。仏像のガチャ、天井院の小田さんはなんかパーフェクトで揃えたとか言って LINE が来ましたけれど、でガチャってね何が出るかわからないじゃない。だから小田さんも同じのが出ちゃったんだけどどうしようと思ってますって言うから、あそれ持ってきたらお客さんが喜ぶから今度ね天井で当たったらそれ持ってきたらっていうふうに送ったら、あじゃあそうしますって言ってました。あの前はね、あのほらこのアシュラのねナンバー4だっけ、なかなかガチャがなかったんだけど、今はなんかすごくナンバー4が出てきましたよね。で私ですね違うところのイオンのねスーパーに行ったらガチャがすごかったの。だからその様子をねちょっとこの YouTube にアップしようかなと思う。ただねやっぱり仏像のガチャはなかった。御朱印のガチャはあったけど仏像のガチャはなかったですね、残念ですって言っても、まあ私はこれで満足してるんで私はもうガチャはしないけど、もうすごい揃える人はね、でもやっぱりねあのガチャの何が出るかわからないかっていうね、あれがやっぱり楽しいんじゃないかなと思う。ちょっとギャンブル性があるっていうのかな。ただほら今はネットで全部ガチャが揃ってるのとか売ってるんだけど、それだとねなんか面白くないよね。やっぱりガチャガチャってやって何が出るかなっていうのが面白いんじゃないかなと思います。ちょっとそのガチャの模様ちょっとアップして終わりにしようかなと思ってます。最後まで見てね、チャンネル登録よろしくお願いします。あとねコメントも欲しいんだけど、みんなコメント絶対入れてくれないのよね。で、会ってからね、ここはこうした方が良かったんじゃないのとかね、ああ、これはこうだったよとかね、言われるんですよ。なんでコメント入れてくれないのかな。まあ、いいねのボタンは絶対押してくださいね。ではでは、また。今、ガチャガチャはすごい。こんな風な世界になっている。ガチャガチャ。全部ガチャだよ、全部ガチャ、すごいですね、すごい。え？仏像のガチャを探してるの？ないだろうけど、さっきガチャはないの、残念ながらね、探してるけど、すごい。1個やるの？何があるの？どれ？え、これやりたいの？これ本があるんだけどね、この本が大好き。へえ。すごいな、300円だよ。銭天堂ってやりたいんだって。だね。はい、ガチャガチャにチャレンジして、どれが欲しいの？どれが欲しいの？どれが出たらいいの？で、その猫、うん、その猫が欲しいのね、うん、じゃあそれが出たらいいね、うん、うん、はい、ちょっと待って、はい、頑張ってね。はい、どれが出た？あ、当たってたやつ。え、ちょっとほら、ちゃんとリアクション大きくしなくちゃ、わーって。やったやった、欲しかったの、うん、やったほら、へー、やったじゃん、欲しかったやつじゃん、やったじゃん、イエーイ。
やったやった、いい、よかったね、うん、欲しいの欲しかったのね、うん、やったじゃん、イエーイ、こんなあるとさ、すごい、どれ、これ、これほら、すごいね、ちょっと待ってよ、座るカエル、あ、座るキツネもいるよ、座るキツネ、黒キツネ、あ、すごい、すごい、これ捨ててくる、うん、どんぶりの、うん、面白い、前持ってた、持ってた、あ、これ持ってる、合唱のやつ、え、出るね、あの、あ、合唱っていいじゃない、合唱だって、合唱トイプードルあるよ、これ頑張ってタヌキ出したもんね、バスでね、今度はこれをやるそうです、やだ、おみさないで、はい、どれが欲しいの、どれ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 でもいい、どれでもいいのね、この中で、押さないでって言われたから、して、ね、一番欲しいのは、うん、これかな、それ、うん、それね、じゃあ頑張ってね、200円だ、200円なのね、うん、あ、これだ、それ、うん、それは欲しかったやつなの、え、可愛い、普通の色が良かった、違う、このこれが欲しかったんだって、これこれ、まあそれがガチャの醍醐味よね、だってギュッてこうやってできんじゃん、ギュッて、ギュッて買ってある、このがいいな、可愛い、じゃあさ、もぐもぐ当たったよ、もぐもぐ当たったの、うん、え、すごいじゃん、可愛いじゃん、え、これ2人がどれでも買っちゃうのよかったね、これジャンガリアンじゃん、これジャンガリアンね、あんた手がさ、すごいね、すごい、あの、YouTuber だとさ、手をきれいにしなきゃいけない、だってしょうがないじゃん、こうやって持って、こうやって、こうやって、うん、こっち側向けて、こっち側、こっち側、そう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 、かわいいね、よかったじゃん、へえ、すごい、このキツネかわいくない、ウーパールーパー見る、ウーパールーパー、すごい、あ、ほんとだ、100日後に死ぬワニもいる、これ、あ、すごい、なんで仏像がないの、ウサギ化してるよ、あ、5センチ、あ、5センチあったじゃん、5センチ、5センチ、どこどこ、ご身長でしょ、写してる、違う、これ、え、これ、うん、これすごい、学校、うん、だから捨ててくるわ、うん、捨ててきて、この捨てるやつがゴロゴロするんだって楽しいんだ、やつはゴロゴロして楽しいそうです、うん、ゴロゴロ、ゴロゴロ、ゴロゴロ、あ、ごめんなさい、ほら、出た、あーよー、こう見てくる、すごい、高級タラバガニのハンマーじゃん、すごい、鬼滅の刃だ誰も一緒に見てくれないんだけどさ、別に見てもいいよ、そう、うん、鬼滅の刃はすごい、動画、鬼滅の刃、